トレゼゲこと、マフムードイブラヒムハッサンは、エジプトカフルアッシャイフ出身のプロサッカー選手。エジプト代表、アストンビラ FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー。ニックネームのトレゼゲは、顔が、元、サッカーフランス代表選手のダビド・トレゼゲに似ている、ことに由来する。あるアハリの下部組織で育成され、カフチャンピオンズリーグ2012の試合で、トップチームデビュー。 2013年4月、アフリカユース選手権終了後、フランスのアグック・ニースからトライアルの誘いを受けた。2013年12月、セルティック FC、ノッティンガム・フォレスト FC などヨーロッパの複数クラブが興味を示していると報じられた。2015年8月6日、ベルギーの RSC ・アンデルレヒトに買取オプション付きレンタルで加入。 12月27日の KVC ウェステルロー戦で加入後初出場。2016年3月、アンデルレヒトは買取オプション講師を発表。移籍金は220万ユーロ。手続きは5月に完了した。2019年7月24日、アストンビラ FC と契約した。エジプト代表の一員として参加した2013、FIFAU-20 ワールドカップでは、 イングランド戦でゴールを挙げた。2014年8月30日に19歳で A 代表デビュー。アフリカネーションズカップ2017ではレギュラーを務め、準優勝に貢献した。ありがとうございます。